はい、あの昨日についての会見になりますけれども、改めまして明けましておめでとうございます。また本年もよろしくお願いいたします。まずあの新年ということで、あの恒例でありますけれども、まあ、今年1年間の主な事業の予定をまあご紹介しつつ、まあ、あの今年についての県政についての、まあ、見通しといいますか、申し上げたいと思っております。あのまあ、この新年いきなりあの昨日記者会見させていただきましたけれども、まあ、オミクロン株の、まあ、市中感染発生という、まあ、足元から、まあ、この出来事から、まあ、スタートしたわけでありますけれども、今日はあの後でまた詳しく報告があると思いますが、感染者11名ということで、まあ、いずれもこれからゲノム解析やってきますので、まだそこから先よく分かりませんけれども、じわりと感染者数も増えてきておるということでございまして、足元についてはやはり、確かな守りを続けていくということになろうかと思っておりますと同時に、やはり、未来志向といいますか、積極的な攻めということで、先を睨んださまざまなビジョンとか計画とかアクションプランとか、まあ、そういったものを一つ一つですね、テーマごとにきちっとこなして、まあ、実行に移していきたいというのが、まあ、大きなあの見取り図でありまして、まあ、先ほど職員に対する、まあ、新年の挨拶のところで申し上げましたけれども、まあ、攻守一体と攻めも守りも一つとなって、県政を展開していくと、まあ、こういうことになるんではないかというふうに、まあ、あの思っております。今日はあの川島大橋をちょうど出勤してくるときに渡ってきたときにですね、西戸を見るともう本当に低い黒い雲が垂れ込めておりまして、西の方は雪が降っているのか雨が降っているのかですね、まあ、そういう黒い状態になってまして、で東の方は青空で日が差しているわけですね。それでその、まあ、日の差し加減によってはですね、南から西に向かってこう虹がさーっと非常に大きな虹がかかっておりまして、まあ、ひょっとしたらまあ私どもの心象風景そのものでですね、まあ、足元のそういう課題と、それからまああの将来を展望していくというですね、姿勢と、まあ、そこにまあ虹がかかっておっていい方向に向かえばと、まあ、そういうある種の心象風景をですね、いかにもなんか反映しているようなそんな景色で、川島大橋をまあ北から南に渡って出勤してきたわけでありますけれども、まあ、そんなイメージであの現状および今年について捉えているところであります。で、後でまたちょっとご紹介しますけれども、今年はそういう意味でビジョンとか計画作りがかなり進展することになって、おりまして、そういう意味ではまあ未来に向かっての新しい県政の、まあ、を切り開いていく、そういうものになろうかと思いますが、ちょうどあの12月に新しい庁舎が竣工式を迎えるということでありまして、まあ、よく言われるように新しい酒は新しい皮袋に盛るということでありまして、今年1年しっかりとした新しい酒造りをして、そして新庁舎という新しい皮袋の中にですね、それを注いで、そしてまあさらなる県政の発展を展望していきたいと、まあ、そういうことかなと思っております。あのという前提でお手元の資料をちょっとご覧いただきますとですね、あの、まあ各月ごとに書いてありますが、主なものだけちょっとかいつまんでしますと、まあ、あのオリンピック・パラリンピックはあの県ゆかりの選手が何人か、かつメダル候補の方も何人かおられますので、まあ、あの順調に活躍していただくことを期待しているわけでありますが、まあ、3月年度末になりますと、デジタルトランスフォーメーションの推進計画、それからスポーツ推進計画、これはまああの見直しですね、それからあのエネルギービジョン、これはあのカーボンニュートラル、脱炭素社会を前提にしたエネルギーの政策ビジョンであります。それから森林づくりの基本計画、これは第4期になりますが、まあ、現在の計画のまあ見直しという、この辺が年度末に揃ってまいります。それから4月に入りますと、あのいよいよ、県と市がですね、名鉄の名古屋本線の高架化事業の合同事務所を開所することになっておりまして、まあ、ちょうどあのコロナの検査体制、保健所体制を、まあ、一つにしてやってきたのと同様にですね、この高架化事業についても、まあ、本当に半世紀にわたる懸案でございましたけれども、ようやく動き出しておりますので、
合同事務所ということで一体となって、まあ、積極的に進めていきたいということでございます。それから、昨年岐阜花と緑の振興プランというのができたわけでありますが、そのプランに沿って新しいセンターが4月にスタートいたしますが、まあ、岐阜県の柿産業の担い手育成とそれから産業振興の、まあ、いわば拠点になるものでございます。それから岐阜県と鹿児島県が姉妹県を締結してちょうど50周年になりますので、まあ、その記念行事をやろうということも予定されております。それから5月に、まあ、これ第2回になりますが、高校生の花いけバトル全国選抜大会ということで、まあ、最初関ヶ原からスタートして、ローズガーデンの方に移っておりますけれども、岐阜県がまあ主催する全国的な、いけばなの大会ということで、まあ、しっかりと根付かせていきたいと思っておりますが、これ第2回目ということになります。それから6月はこれはトンコレラあるいは今で言うと豚熱ですね、豚熱あるいは鳥インフルエンザの際に議論された課題でありまして、これまで岐阜市内にあります中央家畜保健衛生所でですね、緊急かつ高度な病性の鑑定をこの豚熱鳥インフルエンザについてやったわけでありますが、やはりこれだけいろいろとたくさん起こってきますとですね、これ一箇所ではとても間に合わないということで、飛騨に家畜保健衛生所のもう一つ設置をいたしまして、まあ、県全体としての、まあ、体制を強化するということで、ございます。それから、まあ、9月は県の美術館あるいは陶芸美術館いずれもそれぞれ40周年20周年の記念ということで、まあ、思い切った企画展をやっていこうということでございます。それから、10月の真ん中辺にありますけれども、第12回の全国和牛能力共進会鹿児島大会、まあ、これは5年に1回の飛騨牛の和牛の全国的なコンテストでありますが、かつて飛騨牛は2連覇しておるわけでありますが、ぜひ今回、前回は必ずしも成績がよろしくなかったものですから、畜産関係者が今こぞって、巻き返しを図っておるということで、まあ、期待されるものでございます。それから、この秋になります、10月になります、10月下旬になりますけれども、まあ、エンジン01、まあ昨年今年と2度延期しておりますけれども、なんとか開けたらというふうに思っております。まあ、多くの、まあ、知識人といいますか有識者の方々が、まあ、岐阜で大きな地の交流の場をということで準備していただいておりますので、まあ、なんとかできたらと思っております。それから、まあ、時々話題になっておりますが、岐阜県人会が今世界に25ございます。この25の世界各地の岐阜県人会が、まあ、一つになって、岐阜県人会インターナショナルというのを、まあ形成したわけでございますが、この岐阜県人会インターナショナルとして第1回の世界大会をこの岐阜でやろうと、岐阜市でやろうということでございまして、まあ、あと国内にも各県にですね岐阜県人会いくつかございますので、まあ、そういった方々も含めてですね、岐阜県ゆかりの方々の内外の大集合ということで、まあ、いろいろと企画をしていこうということで、ございます。それから12月は新庁舎が竣工式の覧会を予定しております。まあ、一応12月中旬という予定でございますが、で、このあたりから引っ越しをどんどん進めていきまして、1月4日からちょうど来年の今日からですね、新庁舎で会長と新庁舎で、まあ、全てがスタートするということで、来年のこの記者会見も新庁舎の会見室で行われると。まあ、こういうことになるわけでございます。まあ、コロナで、若干立ち止まったりしておりましたけれども、全体として工事はまあ比較的順調に進んできておりまして、まあ、このまま行けば予定通り、行けるんではないかと思っております。それからあと特にまだ時期は決めておりませんけれども、今年はリトアニア日本の交流100周年ということで、まあ、様々な企画が双方で行われるわけでありますが、岐阜県としても積極的に、リトアニアナウ2022という企画で参加をしていきたいと思っております。それから直吹きの製造類公園、32の保存会が、こぞって、この2年かけて、一回りしたわけでございますが、第2ラウンドを今年の5月から、来年いっぱいかけて、
やっていこうということで、先般関係者が合意いたしました。まあ、岐阜の地歌舞伎を一つの文化としてしっかりと、まあ、定番として定着させていこうというふうに思っておりまして、まあ、文化プラザで、この2年間にわたってやっていきますが、でその先に、2年後に国民文化祭がございますので、国民文化祭におきましても岐阜の地歌舞伎というのを大いにアピールをしていきたいと、こんなことを思っております。それからリニアの活用戦略アクションプラン、まあ、現在いろいろ有識者の方々に集まっていただいて作業中でございますが、これについても積極的な具体的な、内容のものを盛り込んでいきたいというふうに思っておりまして、特にいつまでというふうには決めておりませんけれども、作業が精力的に進むはずでございます。それからここには書いてございませんけれども木曽川流域の何て言いますか、沿線両岸の沿岸の愛知県側も含めてですけども、市町が連携をして、清流木曽川ということで、流域プロジェクトを今これも議論を始めたところでございまして、できれば今年中に、中間的なまとめをしていきたいなと思っております。まあ、長良川に次いで、木曽川も岐阜県を代表する清流としてつないで魅力を増していくというようなことで、関係者にいろいろと知恵を絞っていただいております。ざっとですね、来年の岐阜県の市場事業はこんなところでございます。ということで冒頭申し上げましたように、まあ、新型コロナについてはしっかりとした守りをと、守りを固めながら、先のビジョンなりアクションなり推進計画を進めていくというこういう1年になるんではないかというふうに思っております。それからちょっと補足しますと、また後で報告があると思いますが、今日新たに11人発生しておりますけれども、このうちの8人が後発ケースでございまして、全く新しい発生ということでございます。それから3人が過去に発症したケースのから、まあ感染したものだと思われますが、これは昨日報告したオミクロン株とは関係のない経路の方ではないかと思われますが、いずれにしましても今分析をしておりますので、判明し次第また報告したいというふうに思っておりますが、まあ、年末の人流の中で、まあ、こうした過去でじわり、まあ、増えてきておるということで、ますます警戒を高めていく必要があるのではないかなというふうに思っております。私の方からは以上でございますが、また今年1年間よろしくお願いいたします。はい、それでは幹事社朝日新聞さん、お願いします。朝日新聞高木です。よろしくお願いいたします。はい、まず、エンジン01 の、 再開催についてなんですけれども、はい、まあ、今後総会等で事業計画が出るかと思いますが、はい、夜の交流といいますか、はい、夜学の部分も含めての開催というような方向でしょうか。はい、もちろんその新型コロナ感染症の状況以下ということではありますので、断定はできませんけれども、一応当初のプラン通りですね、やるとするとこうなるという計画をまず見通しながら、あと状況を見て、まあ、難しければ、まあ、抑えていくということになると思います。続けてお願いします。はい、昨年末に、JR 東海さんの方で、はい、リニア中央新幹線の瀬戸トンネルの事故の再発防止策について公表がありました。はい、これについてその、まあ、県の方では、はい、環境審査会、環境影響評価審査会の方で、はい、環境面での議論はされていますが、今後は安全対策の面ですね、どのような枠組みで、はい、検証されますか。はい、まずお話になった環境面の方はですね、すでに12月下旬に一度委員会をやらせていただいております。これは国会でやりましたのでご案内かと思いますけども、JR 東海からのご説明を聞き、特に山口航空での事故を踏まえた対応が十分なされておるかどうかといった点とか、実際にその今回の何て言いますか、落石事故の中で
地盤沈下というようなことの影響があったのかどうかとかですね、まあ、そういった環境からのアプローチの議論がありまして、いくつか宿題が JR 東海に出ておりますので、今月まあ半ばから下旬にかけてですね、2回目を開いて、さらに JR 東海からの説明を求めて、環境というサイドからどういうふうに評価をするか、まあ、まとめていただこうと思っております。それからもう一つがおっしゃるような安全面でありまして、まあ、現在こういったまあトンネル工事の専門家の方々に個別にですね、この JR 東海の説明に対してまあご意見を伺っておりますけれども、これも今月の中下旬にですね、まあ名称は特に決めておりませんけれども、この安全対策についてのまあ審査会というような形でですね、会合を持っていただいて、考え方をまとめていただくということで、2つのアプローチをきちっとですね、煮詰めた上で県としてのスタンスを決めていきたいと思っております。ただまあもう一つ県としてのスタンスを決める上で重要なのがまあ地元でございまして、今JR 東海の方は地元の市町村の方には説明していただいておりますけれども、自治体の方には説明をしていただいておりますけれども、まあ、私どもとしてはさらに加えてトンネル工事を抱えている自治体の住民の方々にもですね、まあ、丁寧な説明をするようにということを申し上げておりまして、まあ、どういう形でどう進めていくか、これはまあ自治体と地元の方々の間で相談をしていただいて、まあ、その上でそれを進めていただくと。でそこでまあどういうやり取りが出されるか、理解が進むかどうか、まあ、ここら辺も見極める必要があるというふうに思っておりまして、そういったこと、それからあと長野のケースですね、これについても、まあ、今長野県と JR 東海との調整中でありますが、これについても、まあ、何であったのか、どう評価されているのか、まあ、そういったこともしっかりと見届けたいと思っておりますが、まあ、そういったすべてのことをトータルに総合評価をして、まあ、県として、意見を取りまとめたいと、まあ、こういう流れになることになっております。最後に関連でお願いします。今のその地元の方への説明の部分ですけれども、はい、まあ事故の検証という面ではルール専門家も交えて進んでおりますが、地元の地域の方々への説明というのは十分尽くされていると知事はお感じになってますか？むしろ地元自治体と、今おっしゃいましたようにトンネル工事を抱えている地元の自治体と地域の方々の間でどういうやり方で説明を受けるかということを今相談していただいておりますので、まさにこれから進むと思います。ありがとうございます。はい、それでは各社さんお願いします。岐阜新聞さん。すいません、岐阜新聞の根尾と申します。コロナについてお伺いします。この年末年始、まあ、去年とは違ってこう人も多く出てたと思うんですけど、まあ、細かい分析とかは、まあ、まだかも分かりませんが、まあ、この年末年始のこう人流とかをこうどのようにご覧になってますか？初詣のお客様もかなりの、去年に比べますとですね、かなりの増加を見ておりますけども、まあ、一方でそれぞれ神社仏閣ごとにですね、密にならないようないろんな工夫もなされたというふうに承知しておりますけども、まあ、そこら辺の初詣の人流がどうであったかとかですね、それから定点観測をしております場所での人流がどうであったかとかですね、まあ、そこら辺りをまあ分析をしながら、まあ、専門委員会との中でまた議論していきたいと思っておりますし、昨日の JR 東海のあれですね、乗車率が 140% ですか、ですからもうかなりそういう意味では年末年始にですね、岐阜県に限らず全国的に大きな人流があったことは間違いありませんので、まあ、その結果が今じわりと出始めているのかなというふうに思っております。ありがとうございます。あともう一点、昨日の話との繰り返しになるかもしれませんが、はい、まあ、今年は個性人式をやる自治体も多いですし、はい、今後のこう注意点といいますか、改めてこうどの辺を注意すべきかということを伺えますでしょうか？まあ、かなりこうさみだれ的に県内各地でですね、感染のいろんなケースが現れてきておりますので、まあ、そういった情報をきちんと、まあ、市町村にお伝えしながらですね、あと、まあ、警戒を高めるという意味で成人式のやり方についてもですね、まあ、すでにこれまでの経験からいろいろと工夫はなされていると思うんですが、
感染防止対策には万全を期するようにですね、お願いしていきたいと思っております。ありがとうございます。その他よろしいですか。毎日新聞さん。はい、毎日新聞の黒詰です。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど説明ありましたリトアニアとの交流が、はい、節目を迎えますが、はい、何か県として新たな交流は考えておりますでしょうか。そうですね、リトアニアナウっていうですねプログラムをこれで2回やりましたけども、まあ、県内で、1ヶ月ないしそれ以上時間を取って各地でやらせていただきましたけども、かなり多くの方の参加を得ておりますので、これを両国のといいますかリトアニアと岐阜とのですね交流の一つの大きなプラットフォームといいますかベースとして、本年もさらに内容を充実させていきたいということは一つありますね。あとはなかなか具体的な人の動きはですね、コロナ次第ということで、コロナの問題さえなければもっともっと交流したいと行きたいとあるいはお招きしたいと言っている方は非常にたくさん県内にもおられますので、人の動きはコロナ次第ということでありますが、それを別にして、オンラインでありますとかですね、ものの交流でありますとかですね、あるいはその魅力ある産品のフェアでありますとかそういったようなことはですね、やりたいことをやっていきたいなと思っております。はい、改めてですが県としてこれだけリトアニアとの交流を重視されるのは改めてどうしてでしょうか。やはりスタートはやはり杉原中根という方のですね、功績ということで、岐阜県の生んだ偉大な先達としてですね、検証していくという、その流れの中で、リトアニアにご縁のあった、カウナ市とかですねビルニ市とかですねそういう市町とも、いろんなやり取りをしてきたわけでありますが、そこから、いわば、人道というテーマでの交流からスタートしたわけでありますが、それが着実に広まっていって、文化交流とか経済交流とか、そういったさまざまな交流に今広がりつつあるというのが現状でありまして、杉原中根に端を発した交流が、トータルな交流に広がり始めていると。例えば、リトアニアは歌と踊りのがそのままユネスコ文化遺産になっている国でありまして、国を挙げての壮大な国民祭というんですかね、歌と踊りのイベントがあるわけでありますが、そういったものに出られる方々が岐阜に来てパフォーマンスをやったりとかですね、あるいは子どもたちの相互の八百津町との交流がですねずっと進んだりとかですね、いろいろと来ておりますし、それからおととしでしたかね、秋に大統領が八百津町を公式訪問していただいて、いまだにお帰りになって岐阜の素晴らしさを語っていただいているというふうに聞いておりますけれども、そういった広い交流につながってきているということで、大いにこれをプッシュしていきたいと、いうふうに思っております。はい、わかりました。あとすみません、もう一点木曽川について言及がありましたが、長良川に対して木曽川どういうふうに差別化というんですかね、木曽川をこれから見る発信していこうとお考えですか。長良川については、上流から中流にかけてのですね、さまざまなこの水の恵みを生かしたその文化歴史伝統あるいは産業活動文化活動ですね、そういったものをトータルに、一つのこうなんて言いますかね、80万人余の方々が沿岸にで暮らしながら、鮎漁も行われ、鮎の住む清流が保たれていると、こういうそのなんて言いますか好循環といいますかね、自然環境を大切にしながらのサイクルというものをですね、内外にアピールをして、端的には世界農業遺産を取りに行ったわけでありますが、そういう目標も達成して、さらに去年は持続可能な世界の観光地100選の中にも選ばれたわけでありますが、そういう持続可能なこの循環サイクルとしての長良川というのを、これまでアピールしてきました。で、木曽川についてはですね、日本ラインがかつて運行しておりまして、
その景勝地として非常に評価が高かったと思うんですが、まあ、いろんな不幸な事故もあったりしてですね、それがまあ、なくなりまして、この川としてのこの何て言いますかね、沿岸地域の連携が、まあ、日本ラインのがなくなると同時にこうなくなってきたような、小さくなってきたようなそういう感じであるわけでありますが、もともと川港が続くわけでありますし、沿線には非常に魅力のある歴史文化の施設もありますし、それから中山道もありますし、そういった意味ではもう一度その、まあ、川の町というか川港というか川遊びというか、その川をテーマにして沿岸の市町のさまざまな、まあ、地域資源をつないでいくということを、まあ、やってみようではないかというのが、まあ、構想でありまして、具体的に何をどういうテンポでどんなふうに整理していくかと磨いていくかと、この辺はむしろまさに検討中ということでございます。はい、ありがとうございます。その他よろしいですか。はい、NHK さん。NHK の斉藤といいます。はい、すみません、リニアについてちょっとお伺いをしたいんですけど、はい、JR の方からの現場の作業手順書で立ち入り禁止区域が具体的に定められていなかったとする、その、具体的な要は、事故の原因の結果があったかと思うんですけど、父の受け止めをお伺いしてもよろしいですか。まあ、JR 東海の、まあ、報告書といいますかね、ご説明は、まあ、受けたまったという状況でありますけども、まあ、それについて、例えば環境面で地盤の問題とかですね、山口工区の反省がどう生かされているかとかいうようなアプローチもあるでしょうし、それからトンネル工事の安全性確保という観点からですね、そういった評価なりで十分かどうかとか、いろんな角度から検討する必要がありますので、まずは専門家の先生方に徹底的に議論もし、まあ、先ほど申し上げましたように JR 東海に宿題も出しているという状態、さらなる説明を求めているという状態ですし、それから、まあ、地域の方々の意見も、まあ、聴取しようということで、まあ、そういうものをトータルに、まあ、検討して最終判断をしていきたいということで、今途中段階で個別の論点についてコメントするのはちょっと、まあ、この時点では控えさせていただきます。ありがとうございます。その他よろしいですか。それでは以上で記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。